久保さん。いや、元女子高生っていう切り口、めちゃくちゃいいっすね。これめちゃくちゃいいじゃないですか。ね誰でも使えるし、でもなんか意味深ですよね。な、なんか、なんかフックしますね。これめちゃくちゃ使えますね。元男子高生より、元女子高生、元 JK ですって言った方が、うんってなりますよね。でよく考えると、確かにみんなそうだよね、みたいな。<laughs> ね 何なんでしょうね。女子高生っていう単語ってめちゃめちゃ強いっすよね。<laughs> うん。まあ僕はですね。まあ今回のタイトルが、成功本の、成功本の、なんちゃらにしましょうか。成功本の裏側というか、成功本の、成功本の暴露とかね。<laughs> なんかそういうタイトルにしましょう。まあ僕も何千冊読みましたけど、 あの、変わらないっすね。<laughs> 本当に変わらないです。何が変わらないかっていうと、本質が変わらないってことですで。変わってるのが言葉と言ってる人です。ただこれだけです。言葉と言,言っている人。まあ、それはそうですよね。言ってる人が。でも、言っている人が同じでも、違う切り口で同じような本出してるんですけど。だからまあ、結局その本質は変わらないってことですね。うーん。だからまあ、なんで、その、 本質が変わらないってどういうことかっていうと、何百年前、例えば孫子の兵法とか、未だに使いますよね。どうですか <laughs> 何千年前の話やねんって話じゃないですか。だから昔の偉人の名言ってあるじゃないですか。ずっと語り継がれてません、ね、これだけ時代が変化していて、これだけ情報化社会、こんだけ入り、ま、入りじまってるのに、なんで偉人の名言だけずっと残ってるんですかなんでその言葉を見ると、 なんかはあうんんってなるんでしょうか本質が変わってないってことです。ただ切り口とか、なんかそういうところが変わってるだけであって。だから大事なことは、その本質を見極める考え方ですね。その、なぜっていう、その物事の本質、そこを常に考えて、常に意識して、常に何なんだろうみたいなね、考えるっていうことが大事なんじゃないかなと思いますね。 うん、でそこで自分なりに出した答えみたいなのがあすごく生きる上ですごく重要になってきます、うん、でもこれは勉強しないと体験しないと偉人の名言もただのきれいごとにしか聞こえないのでだただのきれいごとに聞こえてる状況では多分うまくいかないと思いますもう一度言いますね偉人の名言がただのきれいごとお前だからできたんだよっていうふうに聞こえる それだったら多分ね、成功できないと思います。逆に言うと、いや、それは知っていると。理解していると。でなおかつやっていると。ただ、俺はん、ここに対してこういう言葉を付け加えるな、とかね。いや、俺だったらこういう言葉。っていう、さらに、なんだ、その本質を理解した上で、しか、しかもやってて。で、なおかつ自分の言葉で、新しい言葉を作れるぐらいになると、鉄論になれますね。いってらっしゃい。